ただいまですね、山本由伸後継者養成プログラムというですね、トレーナースクールをやっているんですけれども、なんと第2期を行うことに決定いたしました。こちらの人数がですね、限定20名までとなっておりますので、興味のある方はぜひお申し込みください。大垣君を鍛えていくことによって、打球の飛距離間違いなく伸びてくると思いますので、今回は野球のバッターがですね、打球の飛距離を上げるためのトレーニングについてお話したいと思います。打球の飛距離を上げるためには、まず体重移動が必要になるんですけれども、体重移動においては中殿筋が必要になります。そしてあと内転筋も必要になります。中殿筋と内転筋、その2つを、発達させるためには、まず中殿筋のためにはアブダクション、そして内転筋のためにはワイドスタンスのスクワット、あるいはスノーデッドリフト、そういったものが必要になってきます。まあ、その人にとってですね、中殿筋が弱い人、内転筋が弱い人、個人差がありますので、中殿筋が弱い人は、アブダクションをしっかりやる、あるいはスクワットの代わりにブルガリアンスクワットをやる、そういうようにしますと、中殿筋がしっかり発達すると思います。そして内転筋が弱い人でしたら、ワイドスタンスのスクワット、あるいはスモースタンスのデッドリフト、その2つのどちらかを選んでやっていただくと、内転筋が強くなってくると思います。下半身だけでなく上半身も必要になってきます。上半身としてはですね、バッティングの時のフォームにもいろいろあるんですけれども、このように押しながらバットを振るタイプの人もいますので、そうした人の場合は上腕三頭筋が非常に重要になってきます。このような場合、リップスがとても有効なエクササイズになります。リップスを行うことによって、打球をこのように押し込むような、力が強く、発揮できるようになりますので、まずはリップスをやるようにしてください。で、押し込むような、場合もありますし、回転を意識する場合もあります。しっかりと回転させる場合には、例えば右打者の場合には左の肩を後ろに引いていく必要があるわけですね。その場合、左の広背筋が必要になってきます。広背筋を強くするための一番良い種目としてはチンギングですね。チンギングの中でも、まあ、筋力のある人でしたらスターナムチンギングがいいと思いますけれども、まあ、一般的なチンギングでも構いません。チンギングを行うことによって回転の動作が強くなってくると思います。まあ、リップスとチンギングをやることによって、上半身の力、非常に強くなってくると思います。このように中殿筋、内転筋、そして上腕三頭筋、広背筋を鍛えていくことによって、打球の飛距離間違いなく伸びてくると思いますので、ぜひお試しください。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。今後のセミナーなどの新しい情報はですね、 LINE の公式アカウントとかお知らせしていきますので、ぜひ概要欄から友達登録よろしくお願いします。